第7代パース伯爵ジェームズ・エリック・ドラモンドは、イギリスの政治家、外交官である。国際連盟の初代事務総長を務めた。エリック・ドラモンドは、スコットランド貴族のドラモンド家に生まれた。父は、パースシャー州マチャニーの陸軍士官だった第10代、ストラサラン子爵ジェームズ・デイビッド・ドラモンド。母は、その2番目の妻で、パースシャー州、メスベン・女王のウィリアム・スマイスの娘の、 マーガレット・スマイスである。二人の間には、エリック・ドラモンドの他に二人の娘がいた。また、父の最初の妻であるエレン・ソーンヒルトの間に、イボアニ、ウィリアム・ハントリー・ドラモンドと二人のイボアネがいた。イボアニ・ウィリアムは1893年に、父の後を継いで、ストラサラン主釈となり、1902年には遠い,いとこで、ある、第五代パース伯爵ジョージ・ドラモンドの後を継いで、 第6代パース伯爵となった。1937年8月20日に、イボアニウィリアムが亡くなったため、エリック・ドラモンドが第7代パース伯爵を継承した。ドラモンドは、プロテスタントの家庭で育ったが、1903年に、カトリックに改修した。このことは、1933年頃に、中米大使候補だったドラモンドに対して、ラムゼーマクドナルド首相が、 拒否権を行使するなど、後のキャリアに支障をきたしたと言われている。ドラモンドが回収したのは、カトリック教徒のアンジェラ・メアリー・コンスタブル・マクスウェルと結婚するためと推測される。ドラモンドは、イートン・カレッジで教育を受け、1895年に卒業した。イートン・カレッジでフランス語を学んだことが、後に国際外交のキャリアにおいて重要なツールとなった。ドラモンドは、 国際連盟の事務総長を13年間務めたことで知られているが、それ以前にはハーバート・ヘンリー・アスキス首相をはじめとするイギリスの政治家や外交官の秘書官として活躍していた。1900年4月20日、ドラモンドは外務省に事務官として入省した。1906年から1908年まで外務大臣、エドモンド・ペティ・フィッツの秘書官を務めた。 1908年から1910年までは外務大臣、エドワード・グレイのようやく筆記者と政務次官、トマス・マキノン・ウッドの秘書官を兼任した。1912年から1918年にかけては、アスキス首相、グレイ外務大臣、アーサー・バルフォア外務大臣の秘書官を務めた。1917年4月から5月にかけては、第一次世界大戦中の英米間の 協力関係を促進することを目的としたバルフォア外交団の一員として活動した。1918年から1919 19年にかけてはパリ講和会議の英国代表団の一員として国際連盟規約の起草に携わった。1919年、ロバート・セシルの推薦により国際連盟事務総長の職を引き受けた。九百十九年のパリ講和会議を前に 設立されたばかりの国際連盟の事務総長に、ふさわしい候補者の選考は難航していた。国際連盟規約の起草や国際連盟の組織化に、重要な役割を果たしたロバート・セシルは当初、国の公職経験者がつくのが望ましいと考えていたが、選定した候補者は誰も引き受けようとしなかった。セシルは、最高の能力を持った人物でなければ、 この役割を果たせないと考えていた。しかし、当初考えていたほどの権限が事務総長に与えられないことを受けて、セシルは考えを改め、習熟した公務員で政治家としての知名度が低い人物から候補を探すことにした。最初に声をかけたのは、モーリス・ハンキーで、ハンキーも興味を示していたが、パリ講和会議の10日前になって、オファーを断った。セシルは、 ハンキーが辞退するという不足の辞退にはエリック・ドラモンドを起用することを想定していた。ドラモンドは1915年の時点で国際組織の設立に好意的な姿勢を示していた。そのためドラモンドは国際連盟設立の交渉に参加していた。またドラモンドがイギリス人であることもセシルが高く評価していた点である。ドラモンドは 外交官としての経験が豊富で、19年間の外務省勤務で高い評価を得ていたこともあり、最適な人材と考えられた。当初、ドラモンドは国際連盟の運営に不安を感じていたが、最終的にこの提案を受け入れた。1919年4月28日のパリ、講和会議の本会議で、国際連盟の初代事務総長に、ドラモンドを任命することが承認された。 ドラモンドが設立した国際連盟事務局の組織図、ドラモンドの事務総長としての主要な功績の一つは、高級的かつ厳密に国際的な事務局の設立である。このような試みはこれまでになく、第一次世界大戦以前の国際組織の事務局は、供給者もそこで働く、公務員もほとんどが国内に限定されていた。国際公務員の創設には、 問題がないわけではなく、行政指導者たちは国際公務員が団結し、組織に忠実で効率的に職務を行うことはできないと考えていた。国際連盟事務局は1920年8月に設立された。事務局のスタッフは30カ国以上から集められ、その全員が各国政府ではなく国際連盟によって任命されており、言語、宗教、 それまでに受けた職務訓練などが異なっていた。このことは新しい国際機関とそれまでの各国の事務局との違いを改めて浮き彫りにした。事務局は委任部門、経済、財政部門、交通、通信部門、社会部門、政治部門、法律部門、国際事務局部門の7つの部門から構成された。ドラモンドは事務総長の役割を 保守的に捉えていた。イギリス外務省でドラモンドが行っていたやや地味な役割はそのまま事務総長の地位に引き継がれた。ドラモンドは政治的な存在感を持つ人物ではなかったので事務局を自分の個性を反映したものにしようとはしなかったのである。ドラモンドは国際連盟の管理部門の構築に着手した。ドラモンドは 国際連盟の上級職への任命に際しては、リスクを犯さず、自国の政府を支持するメンバーのみを任命し、有力国のメンバーのみにその地位を与えていた。ドラモンドは、様々な問題に、最新の注意を払い、自分の立場を非常に真剣に考えていると、評価されていた。ドラモンドは、自分の机に来たものは全て読み、様々な問題を議論するために、定期的に会議を召集した。 この会議は国際連盟の事務総長となったことでコンタクトを取ることが出るようになった様々な政府のメンバーと行われることが多かった。このようにしてドラモンドは各国の政府や非政府組織からの機密情報を知るようになり世界中の様々な政治家から信頼される人物となっていった。事務局とそこで働く人々を支えていたのは プロテスタント世俗的合理主義にも見られるベーバー流の官僚論に近い理想であり、非政治的、中立的、効果的、効率的な官僚という考え方であった。ドラモンドは世間の称賛を得た人が主に感謝されるとは限らず、裏で行われている世間に知られていない仕事が得られた成功の大きな要因になっていることが多いと述べている。しかし、 この理想が常に守られたわけではなく、国家的な優遇措置が完全に放棄されることはなかった。新たに任命された時間は、同じ国籍のものが多く、小国の候補者は除外されていた。ドラモンドは自身が解いていたことを実践していなかったため、任命された職員が国際政治ではなく、各国ごとの国内政治を行う小さな島々を作ってしまったのである。 1929年、総会は国際労働機関と常設国際司法裁判所の事務局を徹底的に調査することを決定した。少数報告では事務局とその主要役員による実質的な問題への政治的影響力は膨大であり、見過ごすことはできないとされた。しかし、そのことをドラモンドが認識したのは第二次世界大戦後の1950年代であり、 それまでは国際事務局の非政治的性格という概念を擁護していた。国際公務員の政治的性格にもかかわらず、事務局は最高の効率性を持つ手段として広く認識されるようになり、その構造的枠組みは現在の国際連合に見られるような後の国際公務員のモデルとなった。ドラモンドの事務総長の任期中にはいくつかの危機があった。 国際連盟理事会は、危機の際には、加盟国が自国の軍隊を使って、集団安全保障の任務を遂行する意思があるか、どうかに依存していた。危機の多くは、第一次世界大戦後の帝国の崩壊に伴う国境紛争であった。1920年代、国際連盟は、加盟国、非加盟国を問わず、このような問題に関わるようになり、ドラモンドはその話し合いや、 交渉の中心となった。国際連盟はラテンアメリカ、バルト三国、中国での紛争に関与した。ピーター・ヤー・ウッドはドラモンドは他の多くの人々と同様に理想主義者であったが政治家としての人脈も利用していたと論じている。ドラモンドはその地位の高さにもかかわらず世間や政治的な脚光を浴びることを避けていた人物だと広く思われていた。 しかしそれは各国をなだめるために、または各国政府の支持が得られないために、そのようにせざるを得なかったのである。その一例が1920年代にベニート・ムッソリーニが行ったバルカン半島やアフリカ、及び他のヨーロッパ諸国に対する政策への対応である。ドラモンドはイギリスとフランスの後ろ盾がなく、イタリアとの良好な関係を維持したいと考えていたため、 ムッソリーニの政策を公に非難することができなかった。これがドラモンドを無力なリーダーにしてしまった原因の一つだった。ドラモンドは国際連盟の舞台裏でその役割を果たさなければならなかった。国際連盟設立時に期待されていた通りにドラモンドは世界の平和を維持するために最新の注意を払っていたが国際法に基づいて各国を牽制するのではなく 各国をなだめることに徹していた国際連盟の外からの制限にもかかわらず、国際連盟の中での事務局の運営はドラモンドがほとんど決めており、ドラモンドが監督することはほとんどなかった。ドラモンドはほとんどの問題について国際連盟の中心的存在とみなされるようになり、自分が最も関心を持っている問題を選び、それ以外の問題はスタッフに任せることが多かった。 そのため、自分の政治的利益のために事務局を利用するリーダーとみなされるようになった。また、ドラモンドの野心や目の前の危機への対処法を後押ししたのは自身の信仰である。ドラモンドが経験なカトリック教徒であったことは、事務総長の任期の初期に起こったポーランドリトアニア戦争の対応に大きな影響を与えた。ドラモンドはほとんどのポーランド人がカトリックであることから、 ポーランドが同意できるような国民投票を強く求めた。第一次世界大戦後にロシアからフィンランドが独立したことをめぐる危機についてもドラモンドはいち早く解決策を検討した。またドラモンドの事務総長としてのもう一つの重要な要素は自分に与えられた立場の枠を超えようとする姿勢であった。事務総長の任期の終盤に起こったチャコ戦争をめぐる危機の際には ドラモンドは有益な調停者であり、自分の立場で許される以上のことをしたと称賛された。ドラモンドが事態の収拾に失敗したのは、ドラモンドの任期の中で最も顕著な危機の一つである、満州事変である。中国が鉄道の一部を爆破したとして、日本はこれを口実にして満州に侵攻した。中国は国際連盟に日本への措置を訴えていた。 マイケル・イ・チャップマンによると、ドラモンドの最初の反応は、帝国主義的な西洋の指導者のものではなく、官僚のものだった。ドラモンドの権限は限られていたため、中国で最も強力な西洋諸国であるイギリスとアメリカに目を向けていたが、これらの国は、目前の危機に対処するには多忙であるとして、取り合わなかった。危機がピークに達した時、アメリカのヘンリー・スティムソンはドラモンドに、 日本の行動がイギリスに不快感を与えたとして条約上の義務を強化し支援するように助言した。スティムソンは日本の国粹主義的な感情を刺激しないようにするよう助言した。ドラモンドはこの危機に積極的に関与したいと考えていたが、スティムソンやヒューロバート・ウィルソンにはほとんど相手にされなかった。事務総長を退任した後、 ドラモンドは中ワシントン大使の候補に選ばれたが、カトリックに改修していたことを理由に、ラムゼー・マクドナルド首相が拒否権を行使した。その後、1933年10月に中ローマ大使に任命され、1939年4月まで務めた。その1ヶ月後の1939年5月に外交官を引退した。ローマでの大使在任中、ドラモンドは、 ムッソリーニに近づくのは難しいと感じていた。ドラモンドは非常に敏感な状態にある時は最新の注意を払って扱わなければならないと指摘している。イタリア外相のガレアッツー・ーチャーノは今のドラモンドがイタリアに対するフランスの厳しい態度は理不尽だと確信していると考えていた。さらにドラモンドはイギリス政府が優和的であることをイタリア人に信じ込ませようとし、 イタリアの政策を擁護するとまで言っていた。イタリアの諜報部員として、ドラモンドの報告書の多くを読むことができたチャーノは、日記の中で、このイギリス大使がローマに来た時には、ファシスト政権に反対していたが、ファシズムを理解し、愛してさえいる誠実な改心者に成長したと、書いている。チャーノの発言を利用する際には常に注意が必要だが、ドラモンドの報告書によると、 この発言には一定の真実性があったようである。パウスはムッソリーニのドイツに対する態度を見誤っていたかもしれないが最終的にはムッソリーニが1939年にドイツに味方するという意図を実行することはイタリアの権力の限界から不可能だったのでこの点でも大きな間違いではなかった。第二次世界大戦中ドラモンドは 情報省に高級官僚として勤務していた。戦後は自由党の副党首として亡くなるまで貴族院議員を務めた。しかし、ドラモンドの政治的な影響力は低下していった。1951年、サセックスの自宅でガンにより死去した。このような制度の枠組みの中で、ドラモンドの仕事ぶりを総合的に評価するには、制度の指導原理や矛盾がもたらす制限や制約、 そしてドラモンドのリベラルな思想的背景や追い立ち、性格的特徴などを知る必要がある。国際連盟の初代事務総長としてのドラモンドのリーダーシップを公正に評価するためには、安全保障や国家主権に関する伝統的な政治的問題と、よりソフトな技術的問題の2つの分野で判断することができる。国際連盟の安全保障上の役割に関しては、 特に人気の後半は、英英物を中心とした大国の組織的な弱体化競争と19世紀の帝国主義によって国際連盟の安全保障構造が損なわれたため、ドラモンドの役割は極わずかであったと評価されている。ドラモンドの現実的で協力的なアプローチは、国際連盟の初期にはいくつかの成功をもたらしたが、満州事変のような問題に直面した時には、 ドラモンドの役割は不十分であったと考えられている。難民への対応、少数民族の統治、委任統治制度などの分野で組織基盤の構築にドラモンドが関与したことは彼の時代、特に1920年代前半に1925年のギリシャブルガリア紛争や1932の1933年の コロンビア・ペルー戦争などの問題の解決と取り組みに成功したことからより肯定的に見ることができる。しかし、ドラモンドが残した永続的な良い遺産は人道支援や一連の技術組織、委員会の監督などの技術的な問題であった。ドラモンドは国際的な技術者エリートの一員であり、健康や労働問題における国際基準の制定、 統計情報の収集と共有、問題に対処するための国際主義の精神を好む専門家であった。国際連盟での任務を終えた後、ドラモンドはファシスト政権下のイタリアの大使に任命された。これは、ドラモンドが全体を見渡す能力に欠けていたことと、イギリスがファシスト政権を融和する戦略をとっていたことが重なった結果であり、 ドラモンドのキャリアの中で最も暗い時期であったと言える。エチオピア危機を解決しなかったことは、国際連盟の安全保障上の役割を損ない、ムッソリーニとヒトラーに誤ったメッセージを送る結果となった。ドラモンドは、中イタリアイギリス大使として、イギリスの優和政策の悪い結果を予測できなかった人物の一人であった。国際連盟の政治的任務に対する彼の対応は、 慎重すぎると批判されているが、連盟の権威を維持するために必要な場合には、断固とした行動を取る勇気がなかったわけではない。彼のゆっくりとしたややためらいがちなアプローチは、失望や挫折を避けるのに役立ち、連盟の威信を着実に高めるのに貢献した。ドラモンドの実用的で、施策的な性格が国際連盟の運営、特に事務局に、 いかに良い影響を与えたかについての上記の評価は、ドラモンドの自由主義、反共主義、国際協調主義の思想や、ファシストの思想に傾倒していたことと対比させることができる。彼のキャリアと人生は、より広範なイデオロギー、帝国主義、国際協調主義の思想と同様の軌跡をたどった。第二次世界大戦は、自由主義的な政治家と彼らが宣言した。 平和のビジョンの敗北を意味し、ドラモンドが国際連盟で実現しようとしていた国際的なビジョンよりもファシストや民族主義的な考え方が優勢になったことを示している。1904年4月20日にアンジェラ・コンスタブル・マクスウェルと結婚した。アンジェラは第11代テレグルズのヘリーズ教マーマデューク・コンスタブル・マクスウェルと アンジェラ・メアリー・シャーロット・フィッツ・アラン・ハワードの間の娘である。アンジェラとの間に次の4人の子供を設けた。ドラモンドは生涯で一家の勲章を授与された。いずれも授与者は国王ジョージ5世だった。ありがとうございます。